いつか立つのなら Now or now じゃない。涙の拾い降りる線が君の代わりはいるでしょう。私が私のこと愛せなくちゃダメ。涙の拾い降りる線が惨めな役は似合わない。100万スポットライトかわしてつかもうぜ華やかなねストーリー。改めましてこんばんは、椿ファクトリーの岸本ゆめのです。本日は椿ファクトリー岸本ゆめのバースデーイベント2022にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。誕生日はですね、本当に幸せに過ごしました。今年ひなフェスのリハーサルをやってたんですね。ハロープロジェクトのメンバーみんなにも会えたし、なんかねいいですね。メンバーがね、椿ファクトリーのメンバーがね、結構誕生日当日だけどお誕生日プレゼントはまだ渡せてない、その私からのリクエスト待ちみたいなとこあるんですよね。年上の方のメンバー、私がリクエスト出して買ってくれる制度なので、まだ私リクエスト出してないんで、タンプレはまだなんだけどとか言ってみんなお菓子持ってきてくれたりとかで、その中でもまだ言ってないんですけどブログとかでも、秋山真央ちゃんが手紙を書いてきてくれまして、めっちゃ嬉しかったですね。あなたと会えなくなる前に本当の気持ちを知りたくて、何度も送ったあのメールにどうして返事をくれないの。不安で心揺らすけど、せめて今だけ、yeah! 心踊らせてクラッカークラッカー、ハイデイ鮮やかに舞う空めでたいな、あちあちハイデイ旅立つ君へ、クラッカークラッカーハイデイ晴れの角で派手に祝いたいな、あんな咲く笑顔でカラフルなグラデュエこんばんは。椿ファクトリー笠井由美バースデーイベント2022にお越しいただきありがとうございます。今年で7月30日で19歳になった笠井由美です。よろしくお願いします。笠井由美の心の中の中、イエーイ。はーい、由美の心の中の中、まだ皆さんには見せてない素顔を引き出していきたいと思います。スクリーンにいくつかテーマが出るので、その中から選んでお話ししていきましょう。はい、休日の過ごし方気になるくない？あ、私のですか？あ、そう、皆さんがさ、由美の休日の過ごし方。私はだいたい、うん、まあ実家に帰る時もあるんですけど、うん、帰らない時は寝てます。あ、本当に長時間寝ます。そういうタイプなんだ。私と真逆だね。でも起きて、うんうん、お出かけしようってする時は結構早く起きて、この前も休みだったので、うん、神社行ってきたりとか。あ、へえ。一人で神社行ったんですよ。すごいじゃん。すごいですよね。あんま一人では行動しないタイプ？でもこっちに東京に来てからは一人で行動するようになりました。それだけでよかった、それだけでよかった。君に大嫌いなんて言ったわ、振り向き歩き出す。私を引き止めてほしい。私の背中を見て、本当は少しだけ、
言葉が乾く再放送ときめき